はい、では続きからやっていきますと。今日は11から20ぐらいまでやれるといいかなっていうことで11いきますね。ステージ11、頭キーン回避。頭キーンはね、マスト、これほんとダメなんだよね。かき氷すぐ頭痛くなる。ちょっと苦手な食べ物ではある。あー、もうわかる、気持ちわかる。超痛いんだよねこれね。あー、わかるよ。ファットミンコーヒー、コーヒー、冷たいコーヒーをこれ追い打ちじゃねえの、コーヒーって。それだって氷入ってるよねこれ。でコーヒーを飲む。なおのこと痛い、そりゃそうだわな。これはちょっと申し訳ねえことをした。もうじゃあそうだよね、ここに電子レンジあるものを温めてみよう。はい、できた、高いやつ。このグラスすげえな、耐熱性だ。いいのこれ。いいのこれ、素晴らしいじゃん。合間に挟んだら、あったかいコーヒーその方がいいんじゃない。でもこれ意外とこれで頭痛治んなかったりするよね。マストはいつもこれで苦しむから、経験者は語る。次次、夏な感じだね。ステージ12、ドボン回避。ああ、もう完全に見た目から負けが決まってるような感じするよね。とりあえず見てみよう。ワンタッチだよ、ワンタッチ即 KO だよ。そりゃそうだよね、だってスタートからスリッパ履いてますもんね。これ100円かな、100円、どうぞ。あ、ごめん、そうか、あ、勝手に、あ、何にもなってないね。で、この100円をアイスクリーム食べていいよ。黄色、ん、なんだこれ、アイスクリームじゃないのこれ。あれ、コーンだけ食ってる。これを渡すの、これで行くの。ああ、そういうこと。あ、なるほどね、わかった。ああ、はいはい。なんだ、もうボール1個じゃダメだってことね。で、この黄色いボールもろて、この左のお友達のボールももらって、2つ。で、どうだ。お母さんが見たら怒るぜ、多分それ。はい、もう1回、行こう。おそれで勝てるんだ、いいね。お尻相撲大会。すごい場所でやってるよ。あ、お尻が浮いてる。へえ。はい、オッケー。こういう感じのステージもあんだね。次、次。はい。おー、ほうほう。これね。ステージ13、景品回避。ん？すでにもう景品じゃないのこれ。100円？ワンプレイ、スタート。景品ですけど、これは。回避。あー、アームが弱い。まあそんなもんか。終わり。あ、うん、弟くんかわいいな。いいな弟くん。あー、100円あった、100円あった。じゃあこれ200円あればいいんじゃない、200円あればいけんじゃない。はい、って、はいはい。最初は激弱、なぞるだけのアーム。え、次ちょっと強くなったりするんじゃない。こうきた。お、強い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 、引っかかってる。あ、このゲームいつも見る、このポーズね。少年のこのポーズいつも見る。もうとりあえずここに100円あるのは分かった。え、あとなんか100円、情け、 You lose。 じゃあ100円あげるよお兄ちゃん。これで、はいはい。お、え、100円あげたのに何もないの。え、何これ。はい、あ、え、キャトルミューティレーションをその角度で、新しい。キャトルミューティレーションをその角度は新しいね。吸い込んだからどうなるの。え、回避失敗なんだ。スペースユーフを手に入れるはず、これは合ってるはず、少年には。おいけたのか、いけたのか。これはこれで100円でプレイってことか。なるほど、これでいいんじゃない。吸い込まれて
あ、でも掴み直して落とす。飛んでたのに。へえ。キャトルミューティレーション。逆キャトルミューティレーションあんまないね。あ、とりあえず出てきてよかったってこと。まあよかったよかった。へえ。あと1枚なんだ。それ。あ、そういうのもあんだね。あ、貴重な体験だと思います。そこにはまるって。普通の人にはありえない経験だな。ああ、へえ、こういうのも、こういう危なそうなのも、今回は、ていうか、落ちる系結構あるな。はい。ステージ14、落ち回避。落ち回避？落ちなのか、それは。まんま行ってみようか。まんま行ってみよう。はい、気持ちよさそうだね。弱すぎるだろ。それは弱すぎるだろ。もうちょっと頑張った方がいいよ。多分命がかかってるんだから、もうちょっと頑張った方がいい。リトライ。じゃあ安全帯持ってるもんね。墜落制止用器具持ってるもんね。じゃあこれで一個。はい、どうぞ。じゃあ手離すな。ブカブカだもん。そりゃそうだわな。ぴったりフィットさせてください。危ないですよ。これあれかな、フルハーネスじゃないんだね。ああ、子供用の持ってんじゃん。なんだ、子供用のもの持ってんじゃん。じゃあ、これこうでしょ。ああ、さっきよりは緩くないね。うん、これだったらいけんじゃない？はい、どうぞ。ああ、いいね。手離すな、っちゅうに。あ、え？それはなかなかですよ。男性として、これはなかなかですよ。ボンバーしちゃったらもう男性としてアウトです。これはひどいタイトルだ。ゴールデンボンバー金箔でございます。とりあえずこれはもらうけど、ここにこれ何なんだろう、これ紙っぽいのかな。ぶつかっても大丈夫なものがあったりすればいいんだ。こういうとこ、木のとこにね。あ、バネね、バネね。なるほど、じゃあここに行こうか。あ、なるほど、これだったらいけるっしょ。はい、どうぞ。これだったらクリアでしょ。これ絶対気持ちいいと思うんだよな、俺。なんだったらやりたいんだよね、これ、こういうの。楽しそう。気持ちよさそう。安全だったら、やれる。羽屋式のジェットコースターみたいに、怖いのも、やれる。次。はいはい、来た来た。ステージ15。追い払われ回避。お風呂に入ってきてるんだけど、まあ、とりあえずスリッパと靴下を脱いでった方がいいんじゃないかなって思うよ。絶対なんだね、それね。すごい、絶対なんだろうね、この人も。あ、え、あ、掛け湯とかそっち系しないと怒られる系のマナーの良さ。この猿の集団はそんなマナーの良さを持ってるの。素晴らしいね。じゃあ、体洗ったりしてから入ればいいのかな。なるほど。こうか？あはは、冷たいね。おー、ドラミングしてる、興奮してる。とりあえず、じゃあ次は熱いでやってみるしかないよね。はい、どうぞ。今度熱いっすよ、またドラミングすんの。あ、そうだよね。じゃあもうあとちょうどいいにすればいいんじゃないの？はい、リセッケンどうぞ。ちょっといけるっしょ。で、なんか臭そうなお猿さんを、洗って。うほじゃねえよ。え？ん？これで入っていいの？え、あ、そういうこと？へえ。まあ、とりあえず一番風呂をこういうボスに入らせておけばいいってこと。そういうことなのか？よくそこの輪の中に入っていったな、少年。怖くて普通いけないけどな。よいしょ、次。ステージ16、不作回避。はあ、不作回避。へえ。なんか、あんまり、いい葉っぱじゃねえな、これ。はい、引っこ抜いて。まあまあ、2個ぐらい取れてれば。いや、ミミズとかは別によろしくてよ。土の中の栄養を高めてくれる、いい子たちなのよ。あんまそういう風に邪険に扱わないでもらいたい。で、この左の抜いてみよう。はい、どうぞ。
そう、ミミズが少ないとそういうことになっちゃう。だこういうののためにミミズは絶対必要だと。ほら、うん、もうちょっとミミズ欲しいですミミズ欲しいってあんま言わねえな、うん、土の栄養素上げてください。あ、これは引っ張れない。はい、右この位置の畑。はい、おお、顔書いてある、顔書いてあるよこいつの。へえ、え、それで終わり。校長、校長、あ、校長もマンドログラ見に来ました。何のために？この校長なんかあんの？あ、見てはいけない。校長ってなんか、そうそうそう、なんかね、そういうところに威厳を保ちたいって思われがちだよね。ひでえこと言ってんな俺も。これじゃあスコップをもらえた。これこのまま行ってみたら。あ、そんな一本引っ張ったらちぎれちゃう。あ、それはちぎれちゃうよ。うん、一本引っ張るはダメよ。いっぱい束で引っ張んないと。このスコップを持たせる。で、これだ。あ、こう自覚、あ、結構でかいですね。だから一本持ったらダメだって。なんか、うん、まあいいか、抜けたから。でかっ。どうなんでしょう。さつまいもってでかいの美味しいのかな。なんか大きい野菜ってスカスカなイメージあるけどね。スカスカな野菜はあんま美味しくないイメージあるんだよな。はい、来た。ステージ17、お邪魔回避。お邪魔回避。あ、少年はオレンジジュースが飲みたい。でもオレンジジュースのとこには、良くない方々がいるから近寄れない。だからじゃあ水じゃあ水とはい、お水持って。あそこが少年の席なのね。そのロボットめっちゃ止まってんじゃん。あ、段差か、なるほどね。お水じゃダメなのかい。マストは最近お水しか飲んでないからな。お水もいいと思うんだけどな。じゃあ一応ね、コーヒーもやってみましょう。まあ大体どうなるのか大体わかってるけど、これだから近くにガムシロとか置いてあると思うよ。まあその何も入れ、あーだぜね、ゲハーってなるよね。そりゃそうだよね。せめてガムシロミルクとか入れたら飲めるようになるんじゃないかな。じゃあさっきから気になってるこの猫さん、あー、おいっと、いっと、あ、あー、そうやってどいてくれるのね。この注文はいいのか、いいのか、まあいいか。とりあえずじゃあオレンジジュース飲めます。おお、すごいすごい、パワフル、びちゃびちゃになるほど。これは店員さんを呼んで、あの、しかるべき対応をしてもらった方がいいんじゃなかろうか。じゃあとりあえずこれね。このおじさんの料理なのかしらこれ。はい、どうぞ。おじさんお米なしでそれ行くんだね。3口で、素晴らしいな。あ、なにこれ、レバー、レバー、レバーつけるのとこなんてある、ないよね。あ、あった、これか。これで普通にしたらいいのじゃなかろうかってことか。なるほどね。あー、いいですね。これ、え、ん？オレンジジュースだけを飲みに来たの、ここに。ファミレスに？一人で？いや、もしかしたらね、ご両親がトイレに行ってる可能性があるからね。はい、次のやつ。お、結構この勇者系っていうのが冒険系あるね。ステージ18、罠回避。罠回避、罠、宝箱、罠、これ、あー、はいはいはい、あのちょっと前に流行った暗いよ怖いよのやつね。なるほどね、フリーなやつだ、暗いよ怖いよフリーなやつはちょっとあれか、違うやつだな。じゃあもう気になってるところやっていこう。松明、もう松明といえば火、火つけます。はい、こっちにも火つけた。はい、なんかボタンある。おお、水ね、水攻め、うん、あ、お、入ったでしょいや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 、そうはならんでしょ。そんな水量じゃなかったよ今落ちてったのは。そんなに口の中に入ってないって。あと何ができるんだ。棒か、棒で、棒で、あー、長いね、下で、暗いよ怖いよ。はい、フリーのやつね。今度は燃えたやつでやってみようか。はい、
これで、こう。違う、こう。はい。なんか、下にね、葉っぱかなんかあるから燃えやすいでしょ。足！なかなかに白い足でした。で、こん中入れるってこと？あ、燃えてます。マントっていう文化がなかなかない少年には、そのリーチはなかなか見えないでしょ。そりゃ燃えるよ。え、これどうすんだじゃん。あ、さっきの水か。バイバイ。意外と白い足だね。あ、あ、そうだよね。びっくりした。これをこう。はい。で、水。これでいけるの？はい、来た。マリオみたいなジャンプ音だ。あー、なるほどね。わかりやすい金銀財宝。これ、結構ボーイシリーズでもこの絵使われてたよね。使い回し感がすごくいいね。はい、次、次。めくってめくって。はぁ、あ、はぁはぁ。まあ、今の季節、こういうの強いからね。はい。ステージ19、強風回避。うん。今ね、結構台風で、大変だもんね、どこもね。これこのまま置いといたら、少年飛ばされたりしないかな。しないね。で、あ、ごめん、触っちゃった少年。あ、飛ばされた。え、本当に飛ばされると思わなかった、ごめん。そんななると思わなかった、ごめんね。何をすればいいね。これ何？あー、え、どういうこと？いや、わかんない。ボルト数もアンペア数もわかんないから、それが生死に関わるのかどうかがわからない。これ左ね。コインランドリー、ワッシュ&ドライ。はい。何にもない？何にもない？何にもない。はい。じゃあ上。あ、なるほどと。こういう風にして、強風と雨が吹いてるんだなって話ね。なんだ今これ何？コンセント？え、何？あ、あ、来た。え、あー、そのコンセントか。なるほどね。じゃあこのコンセントいけるか。これだ。どうだ。こうか。で？ちょっとよくわかんない。これでどうすんの？で、はい。クリーニングしました。あ、タオル？タオルね。タオルがどうした？タオル？いや、ごめん、そうか。ま、いや、違う、雨風を防げればいいかなと思ってやったの。ごめんなさい。はい、人様の洗濯物のタオルをもらって、神様へ。はい。ああ、そういうなんか、女性っぽい吹き方すんのね。おーおーおー、ワイルドな感じ。いいですね。あ、直結なんだね。すげえ迷惑な神だな、これは。風神でいいのかな？雷神いなかったけどな。まあまあまあ、クリアできた。よかったよかった。これ誰？自慢のキューティクル。どっちなんだかわかんねえな。風神なのか雷神なのか。あー、ケントウロスがいるな。まあいいか。はい。ステージ20、ゾンビ回避。これも神回避シリーズいつもやってるやつだよね、これね。これそのまま進めたらどうなの？進む。お友達がゾンビになってるんだね。目真っ赤。あ、触ったら感染するゾンビウイルス的な。なかなか強いね。避けるの大変だな、これは。もう一回。まあ、とりあえず押そう。とりあえず押したくなるね、これね。で、あー、まあ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 。そうなるんだね。うん。触られただけは結構生存率厳しくなるよね。とりあえず右見てみよう。あ、いるね。お、みかん。みかん？こう？え？で、こう。で、どう？これで。いない。で？あー、進む。あー、なるほどね。合ってんだ。へえ。おー、なんかすごい滑らかに動いとるよ、少年。へえ、そんな滑らかに動くんだ。鏡？渡す。どういうこと？渡す。どういうこと？わかんない、進む。え、それで、ん？それで、どういうこと？
ん？それどういうこと？あ、鏡に映ったのはゾンビの顔だったからってこと？よくわかんねえな。おん、夢。夢落ちな話なんだ。へえ、そう。夢落ちなんだ。あ、そうですか。あ、じゃあ、あと2枚取っちゃうか。ここは多分ない。あ、これか。あ、はいはい、進んだ。ダンボールスニーキングミッション。その持ち上げる瞬間に前にジャンプすると見っかんなかったりするかもね。で、これこのままいけ、すごい枚数が多い。珍しいな。このままいこう。このままいったらシール取れるんじゃない？うん、そうだよね。で、そう、お、目はうまか。触るタイプの感染。すごい。いつだって黄色スリッパ。はい。よし、これで OK。はい。ってことで、今日はステージ20までシール全部回収してみました。まあ、次のもちょっと気になるんだけど、今度、これは後日にいたしましょう。はい。では本日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。